LINE はトゥルー、あなたは信じる、ちまたに転がる都市伝説紹介チャンネル、どうもこきです。アンバサダーのトエです。はい、皆さんは恐ろしい場所に足を踏み入れたことはありますでしょうか。いやいやいや、それはもう考えてもちょっとゾッとするよね。やっぱり家の中でもさ、お父さんの部屋入ったあかんみたいなのあったよ昔。うん、ちお父さんの部屋なかった。あ、聞いちゃう、聞けなかった。恐ろしい。なんかごめん。いや、お父さんはいるんよ。あ、そう。そうそう、いるんやけど。まあ、そういうわけでね、例えば僕が伏見稲荷でめちゃくちゃ迷ってしまった時だとか、あと USJ のハムナプトラには実は本物の幽霊が存在するとか聞いた時とか、あ、なるほど。まあ、人生いろいろ怖いなと思う場面もあったわけなんですけど、おこやさんでも以前、その禁足地という意味では、北センチネル島だったりだとか、いろんなところを紹介させてもらったんですが、すごいよね。まあ、やっぱりですね、実際やっぱ行っちゃいけないっていう場所もあって、まあ、この例に出した北センチネル島だったら、まあ、例えばその、近づくだけのもうね、言葉が通じない原住民が住んでるんで、やり投げられるみたいな。 5G とか多分繋がってないよ、あそこ。いや、そうよ、ほんまに。と、ね、あっちは5本の槍やから 5Y みたいなわけなんですけど。なんで5本やん。分からんけど、なんで5人しかおらへんかった島に。じゃあ1人5本持ってるんよ。こいついいん、それって、うん、3本の矢みたいな話で、今はもう5本の槍なんよ。じゃあ3本の槍よ。ちょっと例えがちゃうな。もういいっすか、次行って。はい、はい、というわけで、まあ、そんなわけなんですけども、今日紹介するのはね、ゴースト島、ゴーストアイランド。じゃあ、なんであの島だけ今英語出てこんかったか分からへんけど。幽霊が住む島ということで、北センチネル島とは違って、まあ、いわゆる人間ではない恐ろしさみたいなんがあるんですよね。めっちゃ怖いよ。で、これどこにあるか言うたら、ベネチア。え、イタリア？そう、イタリアにあるんですよ。あの長靴のようなね、国なんですけど。ベネチアの場所教えてもらっていいですか？うんうんうん。で、まあ、市街地近くにある、ポベーリア島っていう。おー、聞いたことないな。見てください、綺麗な島でしょ？綺麗、めっちゃ行ってみたい。この島は現在、入れません。立ち入り禁止なんや。そう、イタリア政府の国有地ということになっとって、国が管理しとる土地ということですね。まあまあ、それはしょうがないね。でも、じゃあ、なぜ国が管理してるかっていうと、それは、この島が世界有数のゴーストアイランドやから。幽霊島なんですよ。それは何、ワンピースで言うところのスリラーバークみたいなもん。いや、そうですよ、ゴーゴー幽霊島って感じですね。ゴーゴー。なんとこのポベレと撮影したスタッフが実際いまして、アメリカのテレビスタッフなんですけど、彼は怪奇現象と遭遇したっていうような報告もしてるんですよね。で、まあ、何者かに見られているような感覚、まあ、これ実際ね、あの小安田でもその心霊ロケをされている翔さんとかも言ってましたじゃないですか。裏飯やのね。そうそう、とか、まあ、見えない存在に廊下を追いかけ回されたりだとか。怖い。あとは普通に帰れ、二度と戻ってくるなみたいなのを言われる。なんかボイスチェンジなの。あ、いや、そうそうそう、ですか。そうそうそう、リターンみたいな言われる。ああ、そんな感じなんだ。うん、で、また崩れかけの、まあ、この廃墟を探索してると、はいはいはい、自分以外の影があったりとか。え、怖っ。なんか追いかけてくるような素振りを、ね、出てたりとか、恐ろしい現象がいろいろあったそうなんですよ。で、この怪奇現象はなんと島に降り立った人だけじゃないんですよ。え、どういうこと？船で近くをふんって通るだけでも、それ困ったね。偶然近く通っちゃうこともあるかもしれないやん。だってまあね、だからそれ通った人ですら、大勢の人が苦痛に叫ぶ、まあ、叫び声みたいに聞いたみたいな。怖い。で、さらにこの呪いのパワーっていうのはですね、島の土壌汚染まで起こしてるってこと言われてるんですよ。え、幽霊が土壌汚染する、どういうこと？まあ、貞子はね、井戸に入ってるから、あれは井戸汚染してるんちゃうんかってなりますけど。そう、言うな井戸汚染で。あと電波ジャックとかね、テレビジャックしてるから。はい、そうね、そうね、うん、でもじゃあこれどういうことかっていうと、事実ポベリア島は20世紀に農地として貸し出されとったんですよ。ああ、そうなの。でも結局放棄されることになったんですよね、うん、そういったことから、まあ、現在立ち入り禁止になったんですが、うん、そもそもだから心霊現象がこれなぜ起こったのかっていうと、実はかなり因縁深いことが起きてしまってるんですよね。因縁深い、悪霊になっても仕方がないというか、おうおう、原因があるんですよ。事件があったの。そう、実はこの島、人体実験が行われた島なんですよね。え、事実？しかもその数16万人以上って言われてて。俺さっきスリラーバーク編って言ったけどさ、パンクハザード編やん。え、そうなんや。マジで？もうマジでヤバくて、16万人の死体は少なくともあるんじゃないのかと言われていて。島やんね。そうよ。怖っ。で、この半分近くが島民の死体やってことが言われてるんですよ。で、このように、まあ、この噂されるようになったのは、1400年から1814年頃まで、この島はペスト感染者のね、いや、笑ったらあかんねん。笑ったらあかんねん。ペスト感染者、こういう例えで言う、まあ、あのマスクのことを試してる。そう出てるから、ね、マスクね。ペストのね。ペストマスク。びっくりした。今、頼んでるから。頼んでたり、ウーバー頼むみたいな感覚で言うてはるけど、どういうこと？そのうち来るから。あ、え？
くる。いやもう高評価何本以上でフェストマスク買いますって言ったから探してるのよ、一級品を。え、一級品で二級品とかあるの？あの1万円以上するやつ買うから。あ、そうなの？あのドンキのチャチやつとかじゃなくて。ドンキにフェストマスク売ってる。だから次から何それ、これペストの話するときはこのペストマスク出すから。あ、そうなの。はい、皆さんよろしくお願いします。はい、というわけで1814年頃まで、はいはい、まあ、その隔離施設になっとったと、うん、で、まあ、その実はね裏があって、うんうん、実はねある、まあ、狂ったマッド精神科医がですね、精神科医、患者さんの方じゃなくて、違う違う、え、精神科医が人体実験もしとったんよ。そうで、これどういうことかって言ったら、うん、まあ、そもそもペストの隔離どうやったっていう時点でも、まあ、結構、まあ、いわくつきやなと思うのに、さらに20世紀頃に精神病として使われ始めたんよ。ああ、そうなんや。で、その精神病棟でやっとったのがロボトミー手術。おお、名前はね有名よね。そう、まあ、僕もトミー・ジョン手術やったらよく知ってるんやけど。何言ってんの？野球選手がね、肩とか腕とか怪我したら、ね、だけ大体みんなトミー・ジョンみたいなことやるみたいなやつなんやけど、うん、よくわからんねんけどな、俺もあんまり見て、今もう楽器しか笑うて藤川とかもやったから、うん、しつこいな。そうそう。でロボトミー手術はですね、はい、不安発作や妄想など精神病を治療するために、うん、頭蓋骨に穴を開けて脳の一部を切り取る。直接ね、穴開けて。そう、これは後にノーベル賞を受賞した画期的な手術なんですが、実はこの島ではこの手術を無理やり受けさせたらしいです。いやもうこれ良くないよ。で実はこのロボトミー手術は、まあ、デメリットもあって、まあ、1個、やる気の喪失、集中力の低下、人生への興味の損失、想像力の低下、かなりそう、生きていく中でちょっと重大な、そうよ、とんでもない後遺症が残るってことが後遺症、ね、まあ、分かってるんですよね、うん、で実際にこれケネディ大統領の実の妹である、うん、ローズマリー・ケネディさんがいらっしゃるんですが、はい、まあ、彼女はこの手術を受けたそうで。え、そうなんよ。で手術はまあ失敗したらしく、失敗しちゃったん、まあ、上半身に麻痺が残っちゃって、まあ、精神状態はまあ幼児の状態まで後退したって言われてるんですよね。で、まあ、まあこれもまあ諸説あるんやけども、うんうんうん、そもそも受けたのかとか、うん、まあ、何かに陰謀に巻き込まれたんじゃないのかとかも言われてるんですけど、うん、まあ、そういったことがあってこのロボトミー手術はまあ最悪の手術、呪いの手術や言われてるんですよ。そう、でも現在では使われてないんですよね。あ、今ないんだもん。そう、つまりこれは理不尽な人体実験で亡くなった島民が、まあ、恨みを持って今幽霊として出てきてるんじゃないのかとか。そう、もう間違いなくない？そう、まあ、あと、まあ、ペストで亡くなった人とかも多分夜中で生きてる。いや、それでも無念だと思うんで。そう、もうどっちも出てきてるってことも思うんですよね、うん。で、まあ、この人体実験っていうのはまあ一応証拠はないらしいんですけど。あ、そうなんだ。まあ、じゃあ仮にもし本当やとしたら、かつてまあここに住んどった人たちが今幽霊となって出てきてもまあ何の不思議もないよねっていう、まあそうね、お話が1個目でしたね、うん、なるほど。これは禁足地っていうか、もう行きたくもないよな、なんか、うん、僕ら心霊スポット NGK 都市伝説 YouTuber やから、もう絶対行かへん。そう、もう行かない。次に紹介する場所なんですけど、うん、ここもね、まあ、とんでもないしね、秘密を隠しとるんですよ。どこよ、次は。次はね、ハワイの孤独なアイランド、うん、あ、また島なんですね。あ、これまた島。なるほど、まあ、どういうことかっていうと、やっぱ海外旅行言ったらまあハワイやん。まあまあまあ、日本人ハワイ好きよね。うちのおかんもハワイハワイって言ってるわ。あ、ハワイそんな行くんですか、おかん。昔行ったことあるらしい。あ、そう、今行かへん。今は行かへん。あ、そう。まあワイハーって感じなんやけど、まあ、このハワイはですね、島がね、実はそれ1個じゃなくていろいろあるんですよ。そう、オアフ島とかね、いろいろある、ね、そうそう。でその中のニーハウ島っていうところがあるんですね、うん、見てください、この雲の形綺麗ですね。雲関係ないね、雲はね。うん、はい、まあ、この島なんですけど、うんうん、この島は現在ですね、こんなにいい感じの雲があるのに、うんうん、上陸を完全に禁止されてるんですよ。雲関係ないけどね、うん、でもし仮にダイビングなのでこの島に近づくってなった時、うん、ダメって言われてるルールがあって、それが、はいはい、うん、島民を見かけても絶対に話しかけてはいけない、島民の写真を撮ることは許されない。ちょっと待って、だってささっきのさ呪われた島だったらもちろん人住んでないわけやんか、国有地として、うん、今回は立ち入り禁止やけども島に住んでる人がいるってこと？そう。え？これちょっと不思議じゃないですか。え、これはまたあの先住民みたいな、その北センチネル島の例えみたいなんですか？まあまあまあ聞いてくださいよ、はいはい、まあ、Don't take a picture って言われてるわけなんですけど、せー、どういうことかというと、はい、実はこれ島ごとある一族の所有地になってるんよ。私有地なの？出てきました、コヤスターのある一族と言ったらやっぱりロビンソン一族なんです。初めて聞いたね。何何スピッツの歌みたいな。いや、それはロビンソンだよ。ロビンソンかなって。このロビンソンっていうのはね、まあ、さっきあのセンチネル島の例で言われて原住民のような話をしてたじゃないですか。はいはいはい。まあ、実際そんな感じで、まあ、魚を釣ったり動物を飼ったりと自給自足をしていると。で外国の文化から鎖国しているだけじゃなくて、この元島民だとしても一度島の外へ出ると二度と島には戻れないって言われてるんよね。あ、マジで？多分めっちゃ方向音痴なんよ。そんなわけないよね。うん、うん、
まあ、そういうしきたり、そうしきたり、うん、ルールのもと、まあ、掟があると、まあ、だからかつて1万人いた島民も今は100人ぐらいになってるよってことは言われてるんですけど、うわ日本柱みたいな、そうそう、今日なんかワンピースっぽいやつ多いな、いや多い、それでも、まあ、現在でも続いてると、うんうん、なぜニーハウ島はそこまで厳しいルールを自ら敷いてるのかと、だってもうアルミンでも言うで海みたいって、いや海ばっかりなよ海しかないんちゃうか陸みたいって陸は住んでるよな、どこに立ってんのかな今な、じゃああれよダーゴンでも言うよ、もっと砂が欲しいって、土地がいるんだって、ディーゴンなそれな、あそうそうそう、ま、なんか混ざったわそのま間違えちゃう、そうやね、はい、あオッケーオッケーオッケー、はい、っていうわけでちょっとーちょ今日こんな初めてなんですよ、ちゃんと雰囲気を変えてお届けするもう一発目やで小駅さん、俺テラーの帰りやりたかった、そう実はこのリーハウ島ってのは世界を揺るがす秘密を隠してるんですよ、はい、それはハワイはアメリカの一部になる前一つの王国やったこと皆さんご存知でしょうか、まあ、琉球王国みたいなもんよね、はいはい、あのカメハメハ大王とかおるやん、そうハワイ王国じゃないの、そうハワイ王国がまだ健在した頃にこのロビンソン一族っていうのはなんと1万ドル、まあ、現在の20万ドルぐらいでニーハウ島を購入してるんですよ、あちゃんと買ってるのね、そうで、そしてロビンソン一族は先祖代々こういうね文化を受け継いできてるんよ、ハワイアン文化を我々が維持する、ああなるほど、この約束をしてるんですよね、なんか彼らは約束をけなげに守るいいやつらなんですよ、なるほど、だから外部の文化からの島をシャットアウトしてるんですよね、ちょっとなんか鎖国気味というか、そう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 、じゃあこのハワイアン文化ってじゃあなんやねんと、実はハワイというのはですねこれかなり都市伝説的にも熱いスポットでして、超能力のようなマナという力がね、まあ、王族などの高位な人に宿ってるってことが言われてるんよ、マナ、まあ、ドゥヤマでも使うけどね、でこのマナはこの肉体が滅んでも骨に残っているとされて、その骨を手に入れたものは亡くなった人のマナを我が物にできると、まあ、つまり受け継げば受け継ぐほどマナが強化されていく可能性が高い、はあ、なるほど、で実際ハワイ王国の国王であるカメハメハ一世は、まあ、亡くなった時に子孫たちは骨が盗まれることを恐れて誰にも分からないように埋葬したという話もあるんですよ、あなるほど、つまりこのマナが他国に利用されることを防いでるんじゃないのかと、なるほど、で実際にカメハメハ一世の孫であるカメハメハ4世、なんで孫やのに3世ちゃうねんっていう話もあるんやけど、お前誰かカンデリア行こう、うん、まあまあちょっといろいろあるんよそれは、まあで4世が国王であった時ハワイ王国には急増するアメリカ系移民がね、ドド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 ってやってくるわけなんですよ、でもニーハウ島はこの自然を守るよ、ネイチャープロテクトネイチャーネイチャーみたいな感じで、まあ守っとったわけなんですけど、まあ、そういうことで移民行くよりはせんかったんよね、これはもしかするとマナの存在を隠したかったんじゃないのかって言われてるんよ、なんだマナの力すごそうやな、で実際このニーハウ島はまあ我々がねヘリコプターで乗ったようにこのヘリコプターを乗れば近くまで行けるツアーはあります、あなるほど、だから遠目には見れるんやな、そうただ上空までは行けないって言われてるんですよね、なるほど、そうでじゃあこのマナはじゃああったらどういうことができるのかっていうと、これはね神に等しい力って言われてるんよ、マジで、そうどうなるかっていうと沼攻略できるようになるね、沼沼怪人、違う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 、なんでその外からの文明持ち込まへん全然パチンコやってんのこれ、じゃあ鉄骨渡り、もう鉄骨作ってるやん、もう完全にどういうことかというと、どういうこと、先見の明のようなもうまさしく未来史ができてるような性分にまず強くなれると、まさにギャンブルに強いってこと、そうで肉体も強靭になるえすごいよ、鉄骨渡りも沼も攻略できそうじゃない、余裕やな、まあ、ということで、まあ、この神の力ってのは他にもあるらしいんですけど、まあ、それを公表されないように、まあ、今も立ち入りを禁じてるんじゃないのかってことが言われてるんよね、すごい、で最後なんですけど、はい、今までは行ったらあっかんっていう島やったやん、なんか歌混ざったけど、そう最後はね入ったら出られへんねん、わ出た出た、ネズミ捕りアイランド、ネズミ捕り、ネズミ捕りって入ったら出られへん、出られへん、エースコンバットみたいなやつ、エースコンバット、そうゴキブリコンバットみたいなやつ、急にネズミからゴキブリいたけど、じゃあこれどういうことかっていうと、それはねケニアのトゥルカナ湖に浮かぶエンバイティネット島なんですよ、また島やん、エンバイティネットアイランド見て、おもう綺麗な自然豊かな感じしますけど、そうしかもこれなんかここになんかでかい山のあって真ん中にも山があるっていう、ほんまや、二重パワースポット構造になってるんですけど、二重パワースポット構造とは、はい、これどういうことかっていうと、はい、まずこのトゥルカナ湖は琵琶湖の10倍の広さがあるって言われてるんよね、10倍結構広いねんな、もうこれアルミンやったら海と勘違いしてまうと思うね、それは勘違いするわ、うん、でエンバイテナット島は、うん、これも実際海に浮かんでるような島のようなこと言われてることからもう島って言われるようになったと、そうかそうか、でも実はこのエンバイテネットっていう、まあ、なかなか読みにくいこのカタカナはですね、うん、どういう意味か、どういうこと、二度と戻れない、怖っ、
この島もね、呪われたアイランドなんよ。じゃあなんで二度と戻れないかの理由は知りたい。まあ、実際どういうことが起きてるかっていうと、うん、失踪事件、島民も、うん、島を訪れた人も、うん、神隠しになってるんですよ。消されるとか。そう、怖っ。まあ、時を遡ること400年ほど前、400年前この島にはエルモロという島民が住んでたんですよね。びっくりした、400年前っていうからもうジャヤか思った俺。まあそうやね、うん、そんなワンピに絡めんでいいよそうまあね、彼は世界三大探偵の一人とも言われとったんですけど。何と勘違いされてるのかな。エル、ちょ真面目にやらんと。あんたやお前しかし、まあ、ある日を境に島民たちは全員姿を消してしまったと、うん、で島民たちは、まあ、普段本土に渡って、まあ、この狩りとか料理とった、まあ、魚とか動物を、まあ、生活に交換してるような、なるほどね、まあ、原始的な生活を送っとったんですよ、はいはいはい、ところがある時から本土に来る島民が全くいなくなったんで、うん、心配した本土の人たちがちょっと様子見に行こうって島へ行くんですよ、うん、そしたら島に着くと村は生活感が残ったまま、火にくべられた魚は食べられることなく腐っていた。そして置き手紙があったんですよ。私は好きにした、君も好きにするがいいと。つまり失踪事件があったんですね、はい、ちょっとこれあれやんか、日本誕生やんか、ドラえもんの。そうなんですか。時空乱流やんねこれ。あ、そうなん、ね、じゃあそれ今日お互いの好きなね、そのアニメとか漫画の例えが多くて非常に見にくい回となっております。あ、そうそう、もうアニメ漫画回を楽しみにしてください。共有みたいな回を楽しみにしておいてください、はい、普段の都市伝説ロスチャイルドとか好きな方は明日見ましょう。ありがとうございます、いつもこんなことあるでですね、この20世紀にはイギリスの探検家ビビアン・フックスが地質調査をするために、まあ、この島に行くわけなんですけども、うん、そこには科学者2人をまあ派遣させるわけなんですよ、うん、でその2人は毎晩決まった時間に発煙筒をまあ打ち上げるようにまあ言われとったから、まあ、2週間まあバッチリこの発煙筒がバチ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 上がるんですよね。ただその後から全く合図が送られなくなったと。で他のメンバーもこの2人を探しに行くんやけど、痕跡すら見つからなくなるんですよ。おかしい、おかしいね。で他にも20世紀末オランダ、ドイツの探検隊があるんですけど、うん、別々にこの島に入って、うん、まあ、どちらも同じタイミングで消息を絶ったと。なんでこんなことが起きんねんと、うん、実はこの島には恐ろしいデビルがいるんですよね。悪魔か。これどういうことかというと、はい、まあ、これ島民はそもそもこの失踪事件に関して魔物の仕業、悪魔の仕業に違いないってことを思っとったのよ、うんうん、まあ、やっぱり推理ができるからね、うん、で島の古い記録によると、ちょっと推理ができるからねがちょっと詳しく、島の古い記録によると島民であるエルモロ、うん、エルモロが最初にこの島を訪れた際、自分たち以外に恐ろしい気配を感じた。なるほどと。そして村を建て寮などで生活が安定して頃、月が変わるために奇妙な叫び声が聞こえるようになったと。そんな声だ、ほんま。その叫び声は時折うなり声とかあると。もうね、無視したい。そんな感じだ、ほんま。イメージ。数分のことも1時間続くこともあると。1時間耐久やって、うん、でまたこの頃から実は島では若者失踪事件が出ていると、うん、で島民たちは島に人を食ってしまう魔物が住んでるんじゃないかと恐れたんよね、うん、しかもで実際文献には魔物が実際に現れ人々を恐怖に陥れたってことも残ってるんですよ、うん、ただ魔物のじゃどういう姿やったんやとか、うん、そういうのは全く残ってへんのよ、うん、ああ分かんないな。だから魔物ありみたいな感じなんよ、うん、でこのエンバイテネット島が、まあ、属するケニアに伝わる話から実はねこの魔物の姿が分かったんですよね、うん、それがナンディベア。クマ？クマ。え、何これ？怖っ、うん、これあれやんか、ハンターハンターの試しの門のとこにいた。そうよ、そうよ、ゴンですらビビった、うん、そうよってなんやん、感情を失った、うん、お前は動物なら仲良くなれると思ったんだろうみたいな、あれが飼いなされた動物だみたいなことの会話したら、今日大丈夫会場、まあ、というわけで、まあ、これはユーマなんですよ、うんうんうん、見た目がクマのようなので名前にベアが入ってると。で実は好物は羊ということで。好きですか羊？いや、あんまり。ほらジンギスカン食べましたけど。あ、食べたんですか、うん、美味しかったですか？美味しかったです。おう、食べたいですか？食べたい。あ、じゃあちょっと なんかあるんですか。あ、やっぱナンディベアはちょっと分かんなかったんで。何これ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 。特別に今日はジンギスカンを用意しました。いや、この照明で食べるものではないよね、はい、これ。え、何これ。ジンギスカンどうぞ。え、ジンギスカン、え、これマジで、え、はい、あ、え、何これ急に、え、食べていいの、はい、え、いただきます。あ、うまい。これもジンギスカンの希少部位になるんですけど、なんか食べにくくなってきたな、うんうんうん、何これ脳みそみたいな、何これ、はい、もうちょっと食べてみてください。え、これ何これ何これ、え、大丈夫ですよ。これ何これ、料理詰めなんで、ちょ、料理これ食べたらあかんのか何これはですね、何かと言いますと、ちょっと今これ食べさせようとしてスタッフが
ちょっと待って、俺ほら殺す気なのほんま、ね、これ何これ何これ、ちょ、これ何これ、まあ実はですね、これ何よこれ、ナンディーベアっていうのは、まあ、羊が好きなんですけど、うん、これ羊の中でも、まあ、羊の脳を好んで食べたっていう、まあ、だから今日は実際羊の脳を食べてナンディーベアの気持ちになってみようっていう、なんでそのことすんの、これ羊の脳、え、これ、うん、まあ、ちなみにですね、ナンディーベアの現地での呼び方、なんか呼び方はチミットって言いまして、まあ、チミみたいなもんよね。この言葉に悪魔という意味があります。どうでしたでしょうか今日の会話。なんだ俺罰ゲーム。いや柔らかくて美味しいのよ、聞くまでは脳の味なんよ。これがナンディーベアが好んで食べた羊の脳、どう、どうって、何これ、今日コッキーさんに羊の脳を食べさせる回、なんで YouTuber だから。そしたらたまにね、こういうドッキリみたいなことしとかんと、なんで絶妙にカレー味とかにしてるの。咀嚼やわ、何これ、だったら何これ何これ何これ、ほんま、え、これほんマジマジで美味しいよ、美味しかったよ。じゃあ本日の鳥肌スコアは666、獣の刻印ですね。本日の鳥肌ポイントはどうですか、羊の脳を食べて。いや、こんな感じなんだと思った、はい、結構大変なんですよ、羊の脳用意するの。どこで買ったのこれ。そりゃ言われん、え、それはもうロビンソンから買い付けた。ちなみにロビンソン、チャー民族やからね。ハワイの民族やから。そう、さよなら。これマジ、え、マジでこれ、マジ、嘘でしょ、マジマジで羊のどうす、食べた、食べた、食べてないです、飲んで食べないの。まあ、長官を狙撃した、なんと真犯人が自分が長官を狙撃したってことを言ってるんですよ、ね、はいはい。で、事件について詳細とかも自供したにもかかわらず、警察はその男を捕まえることができなかったって言われてるんですよ。最終的にこのたどり着いた相手が警察庁の現職の警察官。え、嘘やろ。ただ実はこの事実をですね、公安部はですね、隠蔽をね図るわけなんですよ、ね、ああ、まあ警察の汚点やからってこと。そうで、実際2002年11月22日に突然進展がありました、うん、これがまた重要容疑者が出てきたんですよ。誰、からのローザー